先日こんなツイートをしたら、他にも知られてなさそうな研究を皆さんから数多くリプでいただきました。あれ、都道府県の位置関係って意外と知られてない?と感じたおもちりは、各都道府県の隣接都道府県数を当てるクイズを作ってみました。今回隣接の基準としては、陸地で接しているもののみとし、橋でつながっているが陸地が接していないものは隣接とはみなしません。それではクイズスタート。第1問、北海道はいくつの都道府県と接してる？答えは0都道府県。そらそうよね。第2問、沖縄県いくつの都道府県と接してる？答え0都道府県。そらそうよね。2。第3問、長崎県いくつの都道府県と接してる？答え1都道府県。わかりやすい問題です。引っかかるとすれば長崎熊本県境ですが、海を挟んでフェリーで連絡しているだけです。第4問、青森県いくつの都道府県と接してる？答えは2都道府県。長崎と比べれば勘違いもしにくく分かりやすいですよね。当然北海道とは離島でも接していません。第5問、鹿児島県いくつの都道府県と接してる？答えは2都道府県。沖縄県とは離島でも接していないことに注意してください。第6問、山口県いくつの都道府県と接してる？答えは2都道府県。福岡県とは関門橋と関門トンネルで接続していて、関門海峡は細いところで約500メートルしかありません。第7問、茨城県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。茨城県は群馬県まで約1キロのところにありますが、ギリギリ接していません。第8問、高知県いくつの都道府県と接してる？答えは2都道府県。あまり知られていませんが、徳島と高知間にある双子島には離島にもかかわらず県境が走っています。第9問、宮崎県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。これも比較的わかりやすいです。九州道は意外と宮崎県を通っているのは知られていません。第10問、福岡県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。これも比較的わかりやすいと思います。国道3号や九州道を走ってると、福岡、佐賀、福岡ってなるの面白いですよね。第11問、千葉県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。千葉県が刺さってるところが大好きです。アクアラインで神奈川に行けますが、直接接してるわけではありません。第12問、大阪府いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。結構わかりやすいと思います。大阪府が京都と兵庫の間に刺さってるところが好きです。第13問、東京都いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。国道20号や中央道を西に行くと、山梨ではなく神奈川を挟むことは
もっと知られるべきだと思います。第14問、新潟県いくつの都道府県と接してる？答えは5都道府県。隣接都道府県は多いですが、各都道府県との間に主要な鉄道や道路が走っていて比較的わかりやすいです。第15問、島根県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。皆さんのイメージ通りな隣接都道府県だと思います。ここもさほど難しくはない。第16問、徳島県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。忘れがちですが、愛媛と接していることを忘れてはいけません。第17問、滋賀県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。滋賀もイメージ通りでさほど難しくはありません。あえて言うなら滋賀、三重県境ですが、新名神が開通したのでよりメジャーになるでしょうか。第18問、奈良県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。奈良と滋賀は接していないことに注意すればさほど難しくはありません。第19問、和歌山県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。和歌山も比較的わかりやすいです。イメージ通りの隣接都道府県です。第20問、山形県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。山形も皆さんのイメージ通りの隣接都道府県です。第21問、兵庫県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。兵庫もイメージ通りです。鳥上島には兵庫岡山県境があります。第22問、岩手県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。岩手県もイメージ通り、うん、そこ接してるよねって感じ。第23問、栃木県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。栃木県と埼玉県は接しているように見えて1キロくらいしか接していません。折り返し。第24問、宮城県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。宮城と秋田が接しているのを忘れがちです。国道108号、398号が通過しています。第25問、鳥取県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。鳥取、広島県境を忘れずに、国道183号が通過しています。第26問、三重県いくつの都道府県と接してる？答えは6都道府県。三重、京都府境を忘れずに。意外と岐阜と接するのも忘れがち。第27問、静岡県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。長野と接するのを忘れがち。 JR 飯田線、兵庫市峠を越すルートがある。第28問、石川県いくつの都道府県と接してる？
答えは3都道府県。岐阜と接するのを忘れがち。白山白川郷ホワイトルートのみが通過している。第29問、山梨県。いくつの都道府県と接してる？答えは5都道府県。埼玉と接するのを忘れがち。国道140号が通過しています。第30問、京都府。いくつの都道府県と接してる？答えは6都道府県。三重と接するのを忘れずに。 JR 関西本線国道163号が通過しています。第31問、富山県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。長野と接するのを忘れずに。立山黒部アルペンルートが通過しています。第32問、佐賀県。いくつの都道府県と接してる？答えは2都道府県。意外にも熊本と接していないので注意。第33問、大分県。いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。意外と大分に接しているので注意。第34問、秋田県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。意外と宮城と接しているので注意。第35問、群馬県。いくつの都道府県と接してる？答えは5都道府県。福島と接していることに注意。県境は短く山がちで、通過する道路や鉄道はありません。第36問、愛知県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。意外にも長野と接しています。国道151号、153号が通過しています。第37問、熊本県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。意外にも大分と接しています。第38問、福島県。いくつの都道府県と接してる？答えは6都道府県。最軽ですが群馬県と接しているのを忘れずに。第39問、神奈川県。いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。山梨県と接していることを忘れがち。第40問、福井県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。京都府と接していることを忘れがち。あと岐阜県も忘れがち。第41問、岡山県。いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。実は大槌島、伊島で香川県と陸上で接しています。第42問、岐阜県。いくつの都道府県と接してる？答えは7都道府県。福井県と接していることを忘れがち。国道157号、158号が通過しています。第43問、広島県。いくつの都道府県と接してる？答えは5都道府県。
実は愛媛県と飛びの小島、ひょうたん島で陸上で接しています。第44問、埼玉県いくつの都道府県と接してる？答えは7都道府県。最軽ですが山梨県と接しているのを忘れてはいけません。第45問、香川県いくつの都道府県と接してる？答えは3都道府県。先ほども出てきましたが離島で岡山県と接していることを忘れずに。第46問、愛媛県いくつの都道府県と接してる？答えは4都道府県。広島県と離島で接しているのを忘れずに。第47問、長野県いくつの都道府県と接してる？答えは8都道府県。都道府県で一番の隣接都道府県数を誇ります。半端なく多い。1個くらい忘れちゃいそう。何問正解だったかコメント欄で教えてください。ちなみに問題の色が変わるにつれだんだん難しくなっていました。改めて確認してみてくださいね。